今日は1月に完成しました奈良クラブの新拠点奈良ディーヤに奈良クラブから津波雄太選手、嫁坂翔太選手、鈴木大成選手、そしてバンビシャス奈良から藤高総一郎選手、藤沢直之選手、三森圭介選手に集まっていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、盛り上がっていきましょう。さて、今シーズンから奈良クラブが J3 の舞台に参戦ということで、先日3月5日に行われました開幕戦では惜しくも勝ち星を挙げることができませんでしたけれども、チームの雰囲気というのはいかがでしたでしょうか、津波選手。はい、そうですね、奈良県初の J リーグに、開幕戦にこう前向きにチーム全員で臨んだんですけど、まあ、結果は残念だったんですけど、やっぱり奈良県にこの J リーグの舞台が来たっていうことがまず大きな意味がある試合だったのかなと思います。はい、ですよね。応援の雰囲気とかもまた違ったんじゃないですか。そうですね、松本山川 FC さんは本当にこう歴史あるクラブで、実績もあるクラブなんで、すごい本当に大勢のサポーターの方の前でプレーできて、まあ、本当にどっちかというとこうテンションが上がったというか相手のサポーターに圧倒されるっていう面も、まあ、少しはありましたけど、でも本当にああいう舞台でプレーできるっていう、本当にワクワクの方が強かったです。そうですよね。はい、奈良クラブのサポーターの皆さんもいかがでしたか。いや、もう本当にいつも以上にゴール裏の方に集まっていただいて、はい、まあ、本当に数では残念ながら負けてたかもしれないですけど、本当に気持ちはすごい伝わるものがありました。これからも盛り上がっていきそうですよね。いや、もういいものを見せてもらったんで、松本さんに、はい、それに追いつけ追い越せで、うん、どんどん増えていっていただけたらなと思います。ね、はい、ありがとうございます。ではバンビシャス奈良の皆さんにも聞いてみましょう。バンビシャス奈良はこうシーズンも終盤となりましたけれども、残りの試合どのように戦っていきたいと思われますか。藤高キャプテン。はい、そうですね、ちょっと僕たち今厳しい状況ではあるんですけど、まあ、残りの試合しっかり勝ち切って、まあちょっと最初にプレーオフ目標とは言ってたんですけど、はい、まあしっかり B2 に残留できるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、シーズン通して、皆さんファンの思いとかも伝わってきたと思うんですけれども、はい、1年通してどんな風に感じられましたか。まあその中でも厳しい意見もありましたけど、まあどんな時も、温かく応援してくださる、ブースターの方が多いんで、まあ、そこを裏切らないように僕たちはしっかり、試合で結果を残していければなと思ってます。では続いてですね、藤高選手はですね、奈良県出身ということなんですけれども、この奈良ディーヤの施設見られていかがでしょうか。いや、もうすごすぎて、はい、ちょっと羨ましいです。そうですよね、はい、第一印象どんな感じでしたか。いや、もうすげーっていう言葉しか出てこなかったですもう全部揃ってるんで、はい、まあ、これはちょっとモチベーション上がるなって、もう羨ましいなと、もう本当に、まあ、選手としてはもう完璧な施設じゃないですかね。どのあたりが一番羨ましいなと思われましたか。温泉がついてるところが。はい、温泉というかお風呂。お風呂、ごめんなさい。やっぱりお風呂とかあったらリフレッシュできますもんね。やっぱ練習終わってすぐ入れるっていうのがもう一番羨ましいですね。そうですね、皆さんもうんうんってうなずかれていますけれども奈良クラブの皆さんに聞いていこうと思うんですが、奈良クラブの選手の皆さんは元 J リーガーということで、こう JFL から再び J リーグの舞台に戻ってきたというわけなんですけれども、今こう改めて思われること何かありますでしょうか。まずは津波選手。はい、まあ、僕もその元 J リーガーで、奈良クラブ在籍5年目、今年が5年目なんですけど、まあ、4年間はその JFL っていうリーグでアマチュアのリーグで戦ってきて、やっぱりこの舞台にもう一度戻ってくるっていうのを目標に4年間頑張ってきてたんで、もう一度開幕戦のような雰囲気の中プレーできたっていうのはすごい感慨深いです。そうですね、ありがとうございます。続いて嫁坂選手いかがでしょうか。そうですね、僕も去年奈良クラブに入団させてもらったんですけど、まあ、1年しか JFL は経験しないんですけど、まあ、その中で JFL の厳しさだったりそういったものはやっぱ J リーグでも似てるところはあるのかなっていうふうに思いました。はい、はい、その中でまあ開幕戦は負けてしまったんですけど、もう本当奈良の皆さんがここまで開幕戦をさせてもらうにあたって、ボランティアさんだったりそういった方が、はい、いろんな方が支えてくださってたので、第一面で奈良一体に慣れてたのかなと思います。はい、ありがとうございます。
では最後に鈴木選手いかがですか。まあその今チームとしては去年 JFL 優勝して J リーグに参入してっていう、まあ、いい結果が出ているとは思うんですけれども、やっぱ選手個人個人としては過去一緒にプレーしていたプレイヤーが J1、J2 で活躍している現状だったりとか、まあ、そういうのに対してすごいやっぱり悔しい気持ちがありますし、奈良クラブにはそういう一人一人のハングリー精神っていう、そこもやっぱり強みだと思うんで、これからの試合もっともっとそこを出していって、僕たちがもっと上目指してるんだっていう強い気持ちを持ってやりたいなというふうには思います。そうですね、鈴木選手は奈良県出身だということなんですけれども、その出身の奈良県のチームがこうプロに、J リーグの舞台に上がるというのはいかがですか。本当に僕が奈良に住んでいたのはもう10年以上前になるんですけれども、やっぱりサッカーっていうものを奈良県の中であまり根付いてないものでもありましたし、まだまだこれからではあるんですけれども、そういう奈良県に J リーグができたっていう、でしかもそのクラブでプレーできるっていうことに対して本当に感謝の気持ちが大きくて、その感謝の気持ちをしっかりとプレーとか結果につなげられるようにしていくことが僕 の、 その選手としての大きな役割なのかなというふうに思ってます。そうですね、こう下の選手、下の世代にもつながっていくかもしれませんよね。本当にこの奈良ディアでも今奈良クラブのユースの選手が寮に住んでて、トレーニングも何人か一緒にやってますし、本当にそういう選手たちを見て僕正直羨ましいなっていう気持ちでいます、はい、やっぱり奈良で小さい時にサッカーして、そういう J リーガーと関わるっていう環境がなかったので、うん、本当にだからユースの子たちめっちゃ可愛いですし、はい、トレーニング中にも本当に選手みんなと、もうここにいる選手とも優しい人が多いんで、多くコミュニケーションとって、本当にユースの選手ともうまく絡みながらやってると思います。では続いてですね、バンビシャス奈良の皆さんに聞いていこうと思うんですが、奈良県のプロスポーツチームとしましては、バンビシャス奈良の方が少しちょっと先輩になるということなんですけれども、奈良クラブの J リーグ参戦でさらにこう奈良のスポーツが盛り上がっていきそうな感じがしますけれども、ワクワクしますよね。そうですね、もうそれが決まった時点ですごいワクワクしましたし、僕たちももっと頑張らないとなという気持ちにさせてもらいました。そうですよね、はい、藤沢選手はいかがでしょうか。そうです、僕もJリーグに上がるっていうのが決まりそうな時に試合見に行かせてもらったんですけど、はい、すごい残念ながら前半で天候の関係で前半しか見られなかったんですけど、やっぱりそういうのを少しでも見させてもらったことで、僕たちもやっぱモチベーションにもなったし、やっぱサッカーとバスケでスポーツは違いますけど負けられないなっていう気持ちになって、いい切磋琢磨してやっていけるなと思いました。はい、三森選手にお伺いしたいんですけれども、実際にこう奈良クラブの皆さんと交流とかあったりとかするんでしょうか。そうですね、去年僕奈良市の運動会の時に、はい、奈良クラブさんとは一緒に運動会に参加させてもらいました。そうなんですか、どんな風に交流されたんですか。そうですね、僕の大学の先輩が一人いたので、はい、その総さんって方なんですけど、はい、その人にはすごい、ああそうです、片岡さん、え一緒じゃない、筑波大学、あら、これ知らなかったんじゃないの知らなかったんじゃないのどっちが下かどっちが上で、何年生まれですか。1996年。99年です。じゃあ先輩、じゃあ有名じゃない方の先輩まあここで新たなね、こういった交流も深まったということなんですけれども、ここの真ん中にある大学校、そうなんですよ。はい、藤田学園と関大、ね、同級生です。同級生です。大学時代からはお知り合い。いやでも学部がちょっと違くて、はい、もうキャンパスが全然違かったんですよ。はい、で今うちのキャプテンで小谷っていう人間がいるんですけど、はい、そっちの小谷とは同じキャンパス、はい、学部で。はい。はい、大学で有名人だったんで、問題児で。でもなんかこうやって話してたらね、同じスポーツマンですから話は合うかもしれませんけれど、これからちょっとご飯とか行ったりね、どうですか。そうですね、なんかぜひなんかそのお互いのねスポーツから学べるところもありますし、バンビシャス奈良と奈良クラブの試合が同時開催されるっていうことなんですけれども、そのあたりいかがですか。いや本当にどちらも、まあ、ファンの方々にはぜひこうどっちも楽しんでいただきたいとか、うん、奈良県民の方々に ね本当に それぞれの面白さもありますし、はい、ちょっと一日長くなると思うんですけどさやっぱりスタジアム、ロートフィールドの方に行ってから、うん、そのロートアリーナの方にぜひどっちも楽しんでいただいたらいい日なんじゃないかなと思います ね
いかがですか、同時開催というのは。キャプテン、いや、まあ、毎年あのそれをさせていただいてて、でやっぱりその奈良クラブさんにしっかり盛り上げていただいて、その熱のままあのバンビシャズに来てもらって、うん、で僕たちもその熱に負けないようにしっかり盛り上げていきたいと思うんで、はい、まあ、ぜひ来てくれたら嬉しいなと思いますね。そうですね、もう同時開催って本当にね、もう奈良県がもうスポーツで盛り上がってる証拠ですからね。皆さんにもどんどんねスポーツのもう一日にしていただきたいなと思いますね。さて、この収録の模様は奈良クラブとバンビシャス奈良の公式の YouTube チャンネルで配信されるほか、奈良テレビの夕時で今月から始まります奈良クラブスピリットでも放送される予定です。そこで記念すべき1回目の放送ということで、こんな企画を用意しました。題して、奈良クラブ&バンビシャス奈良コラボで対決カルトクイズ。このクイズではお互いのチームについて、そして両チームを応援する大和ハウスに関するクイズに、奈良クラブとバンビシャス奈良の選手1人ずつペアになっていただきまして、3チームで対決していただこうと思います。さあ、3チームにチーム名をつけていただきました。まずはチーム同級生ですが、お名前の由来を教えてください。いや、もうその名の通りですお二人が同級生ということですよね。そうです、同い年で、はい、実は大学も一緒なんですけど、おここで交流を深めていただいて仲良くなっていただきたいと思います、はい、さあ続いてのチームはチーム天理ということですね。はい、どうしてこの名前に。天理にゆかりのあるっていうところ。おどこがやる2人ともなんか何かしらの、はい、何かしらの、はい、あ、そうなんですか。嫁坂さんは、いや、ちょっと個人情報なんですけど、ちょっと天理に済ましてもらってます。大丈夫。藤沢選手は、僕は住んではないんですけど、大学が天理大学ということで、あ、まあ、ゆかりそういうつながりで、はい、ありがとうございます。そして最後のチームはチーム筑波大学ということで、先ほどもお話がありましたけど、同じ大学なんですよね。はい、はい、でも交流は今まではないです。はい、ということで今日仲良くなっていただきたいと思いますので。バチバチじゃない、バチバチ大丈夫。チームやってバチバチだとどうする。イモリ君ビクビクしてる伝わってくる、伝わってくるから。完全に仲良くね、頑張って対決していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。クイズは3択と口頭で答える問題などなどがありますので、目の前にあります早押しボタンを押して答えてください。もし同時に押した場合は、私が早いと思ったチームを当てますので、当てられたらお答えください。気合は十分ですか。はい、入ってますか。はい、はい、よろしくお願いします。ではまず第1問、最初はバンビシャス奈良に関する問題です。バンビシャス奈良のチームキャラクターの名前は何でしょう。はい、早かった。いやいや、チーム天理、チーム天理、チーム天理、早かった。そんなん、もうそんなん。でもこれはでも奈良クラブの選手が答えないといけないじゃないですか。そうですね、ですね、そうしましょう。あ、え、そうや、津波選手いいですね。そうでしょ。はい、嫁坂選手、あれです。え、すいません、えなんとなくバンビーノ。あー、チーム筑波大学、チーム筑波大学、シカッチェ。正解。何何もう。バンビシャス奈良のバンビということで、小鹿をイメージして作りました。では激しくなってきましたけれども、2問目に参りましょう。まだ1問。バンビシャス奈良のオフィシャルダンスチームの名前は何でしょう。3択で、3択でお答えください。お手つきです。3択でお答えください。1、バンビーナス、2、バンビガールズ、3、バンビチア。はい、チーム同級生、3番、3番のチア、バンビチア。あー、ダメです。間違い。チーム筑波大学。え、そうぞ、選択肢覚えて。あ、じゃあ、早かったよ。1番のバンビーナス。正解。イエーイ。すごい、やってると思った。すごいね。いや、チーム名のバンビーナスは、小鹿のバンビとビーナスを組み合わせた造語です。では、3問目に参りましょう。続いては、奈良クラブに関する問題です。三郷町にできましたこの奈良クラブの新しい施設、奈良ディーヤ、
ロゴの鹿の背中にある模様は一体何個あるでしょう。自由回答でお答えください。これでも、じゃあ俺いけるいける、じゃあ知ってんだよ、いきます。俺なんか見て、理由いや、僕もわかります。でも、ファンでしょ、なんか、ナラピアのロゴがあるね。あの今のうちですよ。この施設の、この施設のロゴがあるね。で、その鹿の背中に点々があんねんけど、それ何個あるかっていう問題。そうです。いや、説明したよ。最初に説明してる。じゃあ、ミモリ君分かってる。ミモリ君、ミモリ君、今見てた、見てた、見てた。これはナラクラブの問題ですから、バンビシャスの皆さんに答えていただきましょうね。じゃあ、うわー、マジか。はい、チーム天理、藤沢選手3個。あー、ダメ。めっちゃ押せよ。めっちゃ押せよ。2回目休み、2回目休み。チーム同級生12個。正解です。ちなみにどうして12個だと思われましたか。いや、好きな数字だったんだ。すごい、持ってる持ってる、すごいです。11人の選手とプラス1個はサポーターや地域の子どもたちやお年寄りなど、この施設に集まる人々を象徴しています。ナイスです。今のプレーさすが、ナイスです。ナイスです。さすがに3個はないと思ったけど。では4問目に参りましょう。奈良クラブの今シーズンのスローガンは一体何でしょう。これはお手元のスケッチブックに句読点まで正しく書いてお答えください。句読点までって言ってから、句読点で俺が書いたらダメだね。スローガン、ぽいの書いて、ぽいの。ちょっと待って、てじゃ、点とな丸は入んねん、絶対。句読点って言ってるから。そうですね。ちょっと、そうですね。ちょっと学歴うるさいな、ちょっとそこ。喋りじゃなきゃ。これはじゃあ、全員で出してもらう方がいいですかね。はい、では皆さん一斉に出していただきましょう。せーの、ドン。じゃあ、呼んでいただきましょう。まずはチーム同級生。モニ。これはどういう意味があるんですかね。いや、もうダイヤハウスさんがよく、いや、よく言われる、共に戦う、共に勝つの、やっぱそれをこう、文字で、と。でも、ちょっと、とを強調したっていう。強調したかった。では、続いて、チーム天理。少年よ、大将だけです。はい、これを書かれたのは藤沢選手ですかね。はい。はい、どういう思いで。重いですか。はい、あ、もう僕、少年の大将いだけっていうのをスローガン見たんで、もうそのまま勝ちました。どこで見たんですか。これあれやで、やっちゃってるよ。バンビシャスのチーム名の由来やろ。あ、僕どっかでこれ見ました。バンビシャスで見てるから、もしかしたら合ってるかもしれませんけどね。はい、だいたい見るのよ、それ。大人になる過程の中で。そうですね、絶対1回は見る、それ。では最後、チーム筑波大学。奈良一丸。選手とサポーターがまさに一体となりまして、チームと地域の人々や企業もみんなが一体となって奈良の新しい風景を共に作っていく、そんな強い思いが込められています。惜しかったですね。でも今年は奈良一体で頑張られるということですので。自分で適当に考えてこれにたどり着いたのがすごく。5問目、3択でお答えください。両チームを応援する大和ハウスに関する問題です。奈良クラブやバンビシャス奈良のユニフォームにある大和ハウスのロゴ、このロゴは何の形でしょう。1番リボン、2番バラ、3ハート。はいはいはい、はい、チーム天理。絶対早かったですけど、不正があったってことですか今のは。チーム天理正解。え、おぉ、いや、A はやばい。一番分かってないやつが。お見事、正解でした。2005年、創業50周年を機にエンドレスハートを導入。お客様との絆、大和ハウスグループの連帯感と絆が包み込む優しいハート。メビウスの輪を思い起こさせる形は、絶えることのないグループの行動と無限に続く成長、発展を表しています。中心の円はグループの原点であり、和を表しています。では、最後の問題です。自由な回答でお答えください。大和ハウス工業の創業者、石橋信夫の故郷は吉野郡どこ？早かった！チーム天理。奈良です。奈良県なんですけれども、その吉野郡のどこ？チーム同級生。川上村。正解です！
おお、すごい。ここで点数を振り返っておきますと、チーム同級生が2点、チーム天理が1点、そしてチームつくばが2点。ここで決着がつかなかったということで、最終問題、あ、まだもう1問あるんですか。もう1問作らせていただこうと思います。このままだともう天理チームはもうあの優勝ないですよね。最後はあの1点って決まってないです。最後は10点です。いや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 、今までの時間何だったんですか。今のは良かったですよね。今までの時間も良かったんですけど、この積み重ね何なんですか。僕らゆうたくん、またイエローもらいますよ。すいません。ですのでチーム天理もまだまだチャンスはあるということですので、最後の問題、10点問題に行きたいと思います。10点問題、難しいですよ。最後は3択でお答えいただきたいと思います。子どもから大人まであらゆる世代が集い学ぶ新しい施設、大和ハウスグループ未来価値競争センターの愛称は何でしょう。1、ロイヤルホームセンター。2、コトクリエ。3、大和ロイネットホテル。早かった。チームつくば2番。2番のコトクリエ。いや、僕も2番。僕も2番です。僕も2番だと思います。僕も2番です。チームつくば大正解。そりゃないよ。見事、優勝しましたのはチームつくばの選手です。おめでとうございます。今のお気持ち聞きたいと思うんですけれども、まず鈴木選手いかがでしたか。この、はい、僕たち筑波大学はですね、スポーツのみならず学業の方もしっかり両立していくので、違ってその大学生活を送っておりだったので、そちらの成果が出たのかなと思います。よかったです、ありがとうございます。大学情報いらんね。三森選手いかがでしたか。同じです。5時間くらい喋ってなかったですか。ちょっとね、皆さんも楽しかったですよね。負けてはしまいましたけれども、どうでしたか。いや、もう最後の10点問題が、はい、もう相性の問題なのに、1番と3番だとホームセンターとホテルが入っちゃってるってことね。それがちょっと、それはもう、それが悔しすぎる。それが悔しい。もう反射神経だったかもしれませんね。いや、本当ですね。はい、藤高選手いかがでしたか。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。もうその一言につきます。ともに、すごく良かったです。ありがとうございます。梅坂選手いかがでしたか。そうですね、僕もバンビシャスの皆さんと関わらせてもらうのは初めてだったんですけど、みんな優しい方々でめちゃくちゃ楽しかったです。仲良くなれましたか。いや、これを機に本当、何ですかね、プライベートじゃないですけど、試合、バンビシャスの試合に見に行きたいと改めて思いました。ありがとうございます。藤沢選手はいかがでしたか。はい、僕も奈良クラブの試合見に行きたいと思います。ぜひ見に行ってください。ありがとうございます。それではそれぞれのチームの選手から今シーズンの意気込み、そしてファン、サポーターへの皆さんにメッセージを頂戴したいと思います。今シーズン残り15試合と少ないですが、しっかり B2 残留というのをチームの目標に、個人としてはステップアップしてこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて鈴木選手。はい、先ほどの奈良クラブのスローガンの奈良一帯にもあったように、地域の皆さん、サポーターの皆さん、スポンサーの皆さんとともに J リーグに参入した奈良クラブを大きくしていきたいという思いがあるので、ぜひ皆さんと共に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて藤沢選手。はい、シーズンも終盤になってきたんですけど、チームとしては、ステップアップして最初とは違うようなバンビシャス奈良のチームになっていると思うので、ぜひ会場であと少し応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて米坂選手。はい、開幕戦は負けてしまったんですけど、選手だけの力じゃ J リーグの舞台は戦えないと思いますので、ファン、サポーター皆さんの力をお借りして J リーグの舞台で暴れていきたいと思います。ぜひ頑張ってください。続いて藤高選手。はい、残り15試合、キャプテンとして、プレーでも他の部分でも、しっかり、引っ張っていって、でブースターの皆さんと共に戦っていきたいと思います。共に頑張ってください。ありがとうございます。さあ最後は津波選手。いや、本当にスポーツを通してこの奈良を、少しでもよくできるような存在であれるように、日々僕らはそれぞれの競技で、切磋琢磨、そして向上していくように努力して、奈良県の皆様の夢や希望になれるような、存在でいれるように、これからも今シーズンも、頑張っていきますので、ぜひそれぞれの会場に足をお運びいただけたらと思います。
ありがとうございます。さあ今日はですね、奈良クラブの皆さん、そしてバンビシャス奈良の皆さん、初めてこうやってね交流していただいて、とっても仲良くなっていただいたのかなというふうに思います。2つのチームがですね、どんどん奈良のスポーツを盛り上げていっていただけたらと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。